さん。さあ、尺度まで来ましたよ。さあ、尺度へ行きますね。じゃあ、ここから合成線にね、乗り換えですね。合成ホームね。うん、あ、疲れ切るみたいですね。上が方向線ですね。なんか素晴らしいね。1枚13センチ。あ、もう出発する、うん、出発するみたいな。ということで、五星伊藤特別賞。まあ、ここはいいですね。ターニングにはなってないですね。これ乗ろう。乗ろう。はい。ずーっと。よし。ああ。出てきましたね。さ。あ。五星線は五星線で。やるんですね、終夜運転。すごいな。そこで、1時間2本出すんですね。すごいですね。さあ、こそまで来ました。おー、間の足、もう少しで新庄4本になるんですね。少しずつ大阪ですね。デイリースポーツの位置が上に来るんですね。へへへへ。え、こっちこんな感じ。そうですね。で、そうですね。今週ではこんな感じ。そうですね。こんな感じですね。で、近鉄小瀬駅で、JR の五星駅っていうのがすぐ近くにあるんですね。こっち側。次の電車だけ確認してきましたね。それが関西の何かな。16時、深夜10分に出てて、まあ、24分、39分と、まあまあまあで言いますね。まあまあ、よし、せっかくですから。まあ、観光案内所は閉まっちゃってますけど、臨時休業らしいですね。28日から8日まで閉まってるらしいですけど、まあ、観光案内所があるってことは、まあ、何かしら見るところがあるんでしょう。観光案内所マップっていうのもありますしね。せっかくですからね。まあまあ全く予備知識は案の定ないですけど、一応相談区だけ見ときましょうか。ここは結構皆さん乗り降りをする場所になったみたいですけどね。あ、こっちに7コードとか。まあ、もう完全に2面2線ですけど、2番乗り場は完全に閉鎖して1面1線で使ってる感じですね。一応ここにね、はい、トータンのね。まあでも、あの駅が串型になってないんでね、それいわゆるね、あのさっき見てきたね、吉野駅みたいなね、形とは違いますんで、あんまりそのターミナル感はないですけど、まあ一応端っこの駅ですからね、来てみましたよと。さあ、なんと銀行がありますね。だから今回こんな感じなんですね。このまま英語でも交番なんですよね。面白いですよね。ちょっと JR 五星駅だけ覗いておきましょうか。サンキュータクシー。あ、もうすぐそこに見えますね。近いな。あ、でもスローパーもね、ベビーカーもあるし。桂木山ロープウェイはこっからじゃないですかね。もう見えてるのは桂木山のはずなんですけどね。さあ、
本当昔ながらだからな。この辺りも昔ながらの道が残ってるって感じですね。ここはまだまだ奈良なんですよね。うん、そうですけど、今奈良県警ってなってましたので、まあまだまだ大阪まで遠いですね。今後桂木山下一周一輪大会のためですね、2月2日にすごいですね。今後桂木ね、まあ、この辺り金剛山であり桂木山ですからね、まあまあまあ観光好きとしてはね、やっぱしね、この人の名前はねピクンとくるものがありますからね。こっち側に商店街もある今すごいところが抜けてきますね。一方通行なんですね。一方通行なんですね。すごい。塩にすごいな。そうめん量り売りみたいにしておいてますね、お米屋さん、お米屋さんか、わっこのところ抜けるあれがありますね。上塩商店街、思うのいいな、これこんな細いところに住んで、まあもう店やってね、こっちの方があれですね、でこれが JR の5世紀なんや、JR やね、アーケードなんやね、すごいね、いや、ショップ、神戸屋にね、喫茶店にもあって、これ120円安いね、ちょっとどっかで食べましょうか。まあ、隠しながらのお姿にね、そうですね、結構いろいろあるんですね。結構開けるのも長いんですね。新しいポストがあって、これはお酒屋さんか、酒屋さんね、ちょっと抜けてきましたね。あ、お酒屋さんですね。やっぱこっち来ると大道増えますよね。まあ、どっかっていうのは、ここにも、名古屋にもあるのはありますけどね。やっぱちょっと大道のヒートが上がる気がしますね。あと、チェリオと、うん。気のせいかもしれませんけどね。なかなか自販機はね、比較マップってないですからね。で、思うて。ポストもね、なかなか Google マップで、マッピングができないっていうのもあるみたいですけどね。十何万かありますからね。休みがあるとかあんのかな、あまり、ちょっと桂木公園ってあるんですよ。いいじゃないですか、せっかくなので桂木公園行きましょうか。本当に距離あるのか、じゃあ行きます。どうしような行こうかな、せっかくですからね。これが桂木公園ですね。よし、どうしましょう、読み方が違ったら、あの鶴間公園みたいにね、地下鉄の名前鶴間線、駅の名前もね鶴間駅で、地名も鶴間ですけど、公園の名前だけ同じ感じで鶴間公園って読まなあかんっていうね、なかなか分かりにくい、なかなかどころじゃないですね。あと地元の人もね、意外と鶴舞公園って呼んでる人多いですからね。あ、ここはでも桂木公園でそのままで大丈夫なんでしょう。よし、これ思ったより立派な公園ですね。もっと小っちゃい公園だったと思ってたら結構広い、すごいな。1日10歩書いてますけど、販売で高ゴムしてるとかね、まあダメですけど、別に食べ飲食禁止とは書いてないですが、ちょっとおにぎりね、まあ地元のね、商店街のおにぎりですからね、ちょっと、食わせていただきましょう。明るいうちでないとできませんからね。水、雪みたいになっとって、ここまでなんでしょうね。水が流れるようになってるんでしょうね。流れに入ることは禁止ってなってますけど、まあ流れはないですけど、今は。
まあシーズンになったらこうなんか流れるんでしょうね。よいしょ、なかなかね、電車の中でこういう風にできませんからね。よいしょ、いただきます。うんうんうん、おいしいおいしいおいしいですね。結構ギュッと握ってあるんで、あの見た目以上に結構ご飯の量入ってますね。へー。